ほいどうも。今回はレガシー回します。使用デッキはタイタンポスト。雲上の座によるマナブーストから、強大なエルドラージを叩きつけるランプデッキです。無色タイプもありますが、今回使用するのは青緑型。実物ステージ教育と原始のタイタンを使用した方ですね。青い軽量ドローで安定性が上がっており、輪作で雲上の座も揃えやすくなってます。それで破対戦の方に行ってみましょう。先手もらいます。マリガンなしで大丈夫ですね。やっぱ青のドローあると安心感あります。相手ワンマリガンキープ。戦術トップ。こちらまずフェッチから。トロピー持ってきて、治安でドローします。トップはブレスト、雲上の座、ショーテル。ショーテルいらないけど、他2枚は欲しい。混ぜずにドローしときます。相手平地を置いて、バイアルを設置されます。まず試案2回目。トップはショーテルと土地2枚。ポストでもないし混ぜますか。ドローはフェッチ。雲上の座タップインでインドします。バイアルカウンター増えて、不毛の第一セット。即起動からトロピー破壊。色マナの呼び引けてて助かりました。まず神髄の針を置いてみる。通ったのでバイアル指定します。フェッチを置いて、構えてインドです。兵器を置いて、ルーンの母召喚。このデッキならプロテが意味あることはほぼないかな。困るのは撤廃使う時ぐらいですかね。エンドフェッチ起動から、トロピー持ってきます。そして渦巻く知識。3枚ドローして、エムラ引きましたね。尾行値下にして2枚戻し。1枚引き直して、もう1個の尾行値セットして2点回復。ショーテル打ちます。カラカスで残念なことになるエムラより、緑タイタン経由して確実性取りますか。相手はチラつきを2尾着地。ブリンクは平地対象。タイタンサーチで土地持ってきます。とりあえずクラウドポストの追加2枚かな。これでインドです。エンドに飛んでこないなら剣を好きにもなさそう。リシャーダの港セット。鬼火パンチ。もらって17。エンドしてこちらのターン。アップキープに、リシャポでポスト1枚タップ。とりあえず戦闘。タイタンで土地サーチします。ポスト2枚増やしましょう。1枚ベズーバでコピー。タイタン通って6点。ウギンの目置いて、ポスト1枚で6マナも出ますね。引き裂かれし英豪、エムラクール召喚です。追加ターン入ります。ここで相手投了。サイドからタバナクル投入。ピカはなんとなく入れたけど針でよかったかも。2本目いきます。今度は後手。マリガンなしで大丈夫そうです。相手も7枚キープですね。平地を置いてから、バイアル設置。今回も運よく針ありますね。トロピーを置いて、針設置します。指定はバイアルで。
相手のターンです。ルーンの母召喚、バイアルキープだった様子。クラウドポストを置いてエンドします。ルーンの母2体目、1点パンチもらいます。色マナいるし、輪作はまだ打たず、こちらのターン。引いてきたブレストを打って、補充化と、タイタン1枚戻します。フェッチ置いて、カンデラブラオブタウノス設置。兵器2枚目セット。石火事の神秘化召喚。戦場に出て装備品サーチ。オーダズガイサーチです。ルーン1体アタック。18になって、エンドでこちらのターン。タイタンドロー。ベズーバでポストコピー。フェッチ切って。トロピーサーチ。4マナ出して、カンデラでポスト2枚起こし。マナ出し直して6マナ。原始のタイタン召喚。土地2枚サーチします。サーチするのは、1枚ポスト、もう1枚はタバナクルで、エンドして相手のターン。タバナクル効果でアップキープに維持コスト強制、生物1体につき1マナ必要となります。2マナ出して、石火事キープ。ルーン1体キープ。1体は生贄。リシャポセットして。エンドでこちらのターン。タイタンに維持コスト払って。ポストで払います。残りマナは放棄。飛行地セットして回復。戦闘入って、タイタンパンチで土地サーチ。ウィンの根とポストサーチします。相手2体ブロック。プロテで石火事守り。トランプルで本体3点。ポスト1枚で5マナ出ます。2枚使って10マナ。カンデラでウィンの目とポスト4枚アンタップ。マナの伸び方がえげつないですね。ウィンの目起動。無色のクリーチャーをサーチします。QM ラをサーチ。ポストマナから召喚です。あまりマナでタイタン2号もいけますね。ここで相手投了。対戦ありがとうございました。タイタンからのマナの伸びがすげーっす。無色ポストは結構ギリだったりするけど、こちらは M ラ出しても余るほど。弱点は土地破壊とチャリスですかね。総じてプリズンは苦手だと思ったので、サイドの帰化系を多めにしてみてます。その分ストーム系へのガード下がってるんで、水流派は狼狽の嵐とかにしてもいいかも。それじゃ今回はこの辺で。また次回。ご視聴、ありがとうございました。